危険な悪魔のキス、うん、わドゥ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 。え、今何してたの？あ、え、何？別に何もしてないけど。本当？うん、だ、大丈夫そう？うん、大丈夫。見てこれ。待って、それ見たことある。回ってきたんだけど。めっちゃキモくない？なんか制服で釣ってるよね。そう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 。絶対35ぐらいじゃない？ JK ブランド使うなって感じ、ね、胸も強調してるよね、うん、てかこれ見たことある？え、ある。今日はコメントにもあった私のメイクを紹介します。まずアイラインを描いていきます。次にノーズシャドウです。最後にリップで仕上げします。みんなも参考にしてみてね。いや、ブスすぎてさ、メイク参考になってなくない？わかる。なんか上から目線なんだよね、こういう人に。そうなんだよね。お前の参考になんねえから。全然教えられる立場じゃないからね。アイラインとかバカ下手じゃない？自己肯定感高すぎ。ねえ、そうよ、ね、見て見て、これもめっちゃうざくない？やば。熱いだるい疲れた、何にもやりたくない。超ナルシストじゃない？そうなんだよ。ただただナルシスト。なんか自分で言っちゃうあたりやばいよね。どうせ TikTok の加工でしょ？そう。気づかないよ、街で歩いてても。加工だからね。いや、ほんと加工だから。うわ、出たよ、これ。いる。いや別にあなたたちの別れ話興味ないからみたいな。本当にさ、芸能人とかなら分かる、分かるよ。でもさ、一般人じゃん、うん、いちいちなんか LINE のトークとかもさ公開しちゃって、そう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 、いいっていいって、身内でやっとけみたいな。本当に、え、ああ、え、これって言うだよね。え、違うよ。危険な悪魔のケースは、絶対そうじゃん。違うから。え、え、言うじゃん。違うって。 TikTok やってたの？やってないですけど。え、絶対言うだよね。え、違う違う、似てる人。え、じゃあ何、誰これ？それはまあ、おいおい、おいおい、まあ、ないし。え、みんなに言おうっと。え、いや待ってよ。え、なに、え、いける。え、みんな聞いて、みんな聞いて。いいじゃん別に TikTok やっとって。